こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。本日は皆さんにお知らせがございます。越境 3.0 チャンネルアシスタントを募集したいと思います。よろしくお願いします。越境 3.0 チャンネルの視聴者の中から気の合うメンバー、そして一緒に越境 3.0 チャンネルを育ててくれるメンバー、そういった方をちょっと募集したいなと思いまして、今日は皆さんにそのご案内をさせていただきたいと思います。なぜアシスタントを募集するようになったかというと、まあ簡単に一言で言うと、このチャンネルをもっともっと大きく育てていきたいなという思いがありまして、でそのために一緒に夢を形にする、サポートしてくれる、まあ、メンバーをね、まあ、必要となったということなんですよ。で先日チャンネル登録者数10万人を超えまして、でその時にここから先、まあ、どうやってこのチャンネルを大きくしていこうかなと、このチャンネルをどうやって伸ばしていこうと考えた時に、まあ、今ねぶっちゃけ僕一人で、ね、全てネタを集めて、で話して編集してアップロードしてということをやっているんですけれども、まあ、これをねもっともっとチャンネルを大きく育てていくために、まあ、いろんな SNS の活用も必要ですし、まあ、ネタ作りも必要ですし、まあ、いろんな形で、まあ、越境 3.0 チャンネルを僕をサポートしてくれるメンバーを募集したいなと思っております。で応募の詳細をね話する前にちょっと、まあ、僕の方から、まあ、少し熱い思いを聞いていただけたらと思うんですけれども、まずはこの思いに対して共感してくれるメンバー、そういった方がいましたらぜひ後でご案内する応募フォームの方からエントリーしていただければと思うんですが、まずは越境 3.0 チャンネルをどうしたいか、このチャンネルをこれからどうしていきたいのか、来年100万人チャンネル登録者数を目指したいと思います。チャンネル登録者数という数字だけではなくてね、内容面で非常に充実した内容の濃いチャンネルに育て上げていきたいなと、まあ、今以上にね、まあ、本当に内容を濃くしていきたいんですよ。でいろんな情報ソースなんかも、まあ、僕もいろいろと中東アフリカの方のメディアから拾ったりとかして、いろいろと、まあ、それを分析して読み込んで、まあ、皆さんに発信したりしているんですけれども、それをもっともっともうさらにこの広げていきたいし、内容を奥深くしていきたい。越境 3.0 チャンネルというのは国際情勢で特に新興国、その中でも中東アフリカという地域に、まあ、非常に、まあ、強い、まあ、その地域を得意領域としているわけなんですけれども、まあ、その分野の YouTube チャンネルとして日本一のチャンネルというところを目指しております。今越境 3.0 チャンネルは日本国内の方が多く見られているんですけれども、時々、まあ、エジプト、サウジアラビア、 UAE とかアメリカ、イギリスとかね、タイ、マレーシアとか、YouTube の方の、まあ、アクセスを見てると、まあ、結構いろんな国からアクセスはいただいて見ていただいてるんですよ。でそれをもっともっと、まあ、世界にも広げていきたいなと思いますし、でそれに関して言うと、例えば今日本語で話しているのをひょっとしたら、まあ、英語の字幕が必要かもしれないし、まあ、いろんな形で、まあ、世界に広げていければいいなと思っております。日本国内の方に多く見ていただいてるけれども、もちろん日本国内ではなくて世界に対しても影響力のあるチャンネルに育てていきたいと思っています。これはなぜかというと、僕はこれまで50カ国ほど世界を訪問してきたんですけれども、まあ、その中でいろんな国に行っていろんな方々とお付き合いさせていただいて、でそしてやっぱり日本人であることの素晴らしさというか、日本人であるがゆえに非常に良くされた思いというのがたくさんあって、もうそれはね数えきれないほどあるわけですよ。日本人だからそのいろんな人がこの僕に対して接してくれた、よく接してくれた。日本人は世界に対して、まあ、結構いい評価いただいてるんですけれども、なんかなかなか世界に行くと、まあ、特に中東アフリカとかそういった新興国に行くと、まあ、その中で日本人の存在感というのは残念ながらそれほど大きくなくて、まだまだ中国とか韓国とかに、まあ、押され気味というか、もっともっと日本人の存在感が出していければいいなと思ってるんですよね。でこれはよくセミナーとかでもお話ししますけれども、日本はアメリカに次ぐ経済大国、第2位の経済大国でしたけれども、中国に抜かれて第3位、そして今後、まあ、経済もシュリンクして4位5位と転落していく可能性も十分考えられるんですが、アメリカ中国に並ぶ経済大国として日本が単独でその2カ国に対抗することっていうのはなかなか厳しいと思うんですけれども、まあ、これは日本の国力、まあ、経済も政治も軍事もね、いろんな面を考えた時にアメリカ中国に対抗する、まあ、第3極というのは、まあ、日本は単独で作り上げることはなかなか難しいんではないかと思うんですけれども、
まあ、でも中東アフリカ、まあ、特にアラブ圏の地域なんかに行くと、まあ、ものすごい、まあ、彼らは日本と組みたがっていますし、まあ、あの辺の国々っていうのは大体親日国が多いですし、ものすごい日本と関係が良好なんですよね。ものすごい日本と関係が良好な、まあ、中東地域の、まあ、たくさんの国があるにもかかわらず、まあ、日本人の中東に対するイメージはどうかというと、やはり爆弾テロとか、まあ、紛争とか、まあ、戦争、そういった結構ネガティブなイメージがすごい強く印象づいてると思うんですよ。まあ、いろんなメディアがね、発信する情報というのが、やっぱりテロとか紛争の情報が多いので、まあ、どうしてもそういったイメージが強くなると思うんですけれども、まあ、中東だけではなくて、まあ、イスラムという、そういった宗教に対しても、どっちかというとネガティブなイメージ持たれている方が多いんじゃないかなと思うんですね。でもそのような中で、日本はあの国々、中東アラブ圏の地域と距離感を縮めてタイアップをして、もっともっと力強い関係を構築するべきだと思うんですよね。で、その上で、まあ、米中に対抗するその一つの第三極の経済構造として日本、まあ、中東アラブ圏なんかがもっと一つの形になっていければいいなという思いがあります。で、なので、まあ、日本人にとって、まあ、ちょっと遠いで、どっちかというとマイナスイメージのある中東アラブ圏という地域をもうちょっと距離感を近づけていこうという思いがあって、越境 3.0 チャンネルでは中東アフリカの情報を中心に流していこうという思いで始めた YouTube チャンネルなんですね。で、そのような思いがあるので、もっともっと日本があの地域に目を向けるような、そういったチャンネルに育てていきたいですし、あの中東アラブ圏という地域と日本がもっと距離感を近づけて橋渡しできるような、そういった YouTube チャンネルに育てていきたいなと思っています。そういう意味で、まあ、世界に対しても影響力のある YouTube チャンネル、越境 3.0 チャンネルを育てていって、で、来年チャンネル登録者数100万人を目指すという、そういった目標で動いてるんですね。で、そのために、まあ、いろんな形でサポートしてくれるメンバーを今回募集するということで、概要欄の方にリンクを貼り付けておきますので、関心のある方はそちらの応募フォームの方からまずはエントリーしていただいて、で、エントリーしていただいた、動機とか自己 PR の内容から、こちらから数名選ばさせていただいて、Zoom による、まあ、オンライン面談という形で、個別面談をさせていただいて絞り込んでいこうかなと考えておりますので、関心のある方はぜひ応募していただけたらと思います。で、どのような仕事なのかというと、越境 3.0 チャンネルもそうですし、あとはワールドインベスターズ TV という別の YouTube チャンネルもやってるんですけども、まあ、その、まあ、YouTube 動画制作の、まあ、サポートとかアシスタント業務、主に動画編集、企画、制作ですよね。で、あとは YouTube チャンネルを育てていく上で、まあ、他の SNS も今まで以上に駆使していこうかなと考えているので、まあ、特に TikTok とか Instagram、そういった SNS のアカウントの運用なんかをしていただきたいなと思っています。で、TikTok はね、これまでやってきたんですけれども、フォロワー数も1万6000人ぐらいいるんですけれども、なんかもっと TikTok 専用のコンテンツを作っていきたいなという思いがありまして、そちらのまあ企画制作なんかも一緒にやっていただけたらと考えています。で、応募資格というのは、まあ、年齢、性別、学歴とかは特に問わなくて、それよりもどっちかというとそのやる気とかですよね。もうパッション、そのパッション、熱いパッションを持っている方を求めているんですけれども、まあ、特にその中でも、まあ、国際情勢とか動画制作、 YouTube とか SNS マーケティングにものすごい関心がある、そういった世界でなんか腕を磨いていきたいと、そういうような思いを持たれている方とか、まあ、あとは株式とか、為替、不動産投資とか、そういった投資関連にも興味があるとかで、まあ、あとは YouTuber になりたいとかね、僕もカズさんみたいな YouTuber になりたいとか、そういった思いを持たれている方もいいんじゃないかなと思います。まあ、詳しくは、Zoom の面談の時にいろいろと条件なんかをお話ししていきたいと思うんですけれども、まずは関心がある方は概要欄の応募フォームの方からエントリーしていただいて、まあ、その中から数名を Zoom の面談に選ばさせていただいて、個別面談に移らさせていただければなと考えておりますので、もし関心がある方はぜひ越境 3.0 チャンネルを世界的な YouTube チャンネルに、来年チャンネル登録者数100万人を目指すという一緒の目標に向かって突き進んでくれるメンバーを募集しておりますので、ぜひどしどしと応募していただけたらと思います。皆さんのエントリーをお待ちしております。よろしくお願いします。ということで、本日はアシスタント募集のお知らせをさせていただきました。ぜひ皆さんどしどし応募してください。よろしくお願いします。世界とつながり
回やるんだ。待ってます。